い、こんにちは。着物初心者のさやです。今日も学長先生に来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生、私も着物を一人で着れるようになりたいんですけど、はい、今日はぜひ着物の着方を教えてもらいたくてやってまいりました。はい、じゃあ長襦袢からね、はい、きちんと説明させていただきますね。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ今日はね、長襦袢の着方の練習をしますね。まず長襦袢を着るにあたって、長襦袢と襟芯と襟元立て締めが必要になります。はい、じゃあ長襦袢の襟芯ですね、長襦袢の内側に入れていってください。長襦袢の襟芯は左右対称に同じ長さで入っていることを確認してください。じゃあですね、襟芯が真ん中に入っていることを確かめたらば、うん、襟先と襟先ですね、襟先、はい、まず最初に左手で持ってください。左手で、そっち、はい、それから右手の人差し指を襟芯の終わりですね、襟芯はこっち、そうですね、終わり、襟芯の終わりに襟人差し指入れて、あ、なるほどなるほど、はい、はい、そしたらね、襟元ってどのぐらい抜いていいかっていうのがわからないと思うんですけども、襟元はやっぱり 5,6 センチ、あの、握り拳一つぐらい開くのがいいので、はい、まずここでね、左手で後ろを引いてみてください。後ろを 5,6 センチちょっと引いてみてください。5,6 センチわかんないですよね。わかんないです。だからまずこの右手の人差し指を引く前に体に押してください。あ、なるほど、ここで、うん、この辺、うん、そこから 5,6 センチ上にこの指を合わせてください、うん、あ、これを上げて、ここ合わせてここを引くと、うんうんうん、エモンが綺麗に抜けますね。あ、それで 5,6 センチ綺麗に抜けますね、うん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 、はい、そしたらば右手ね、はい、あの右側の襟の方を持って、右側の襟の方ですね、はい、持ってるところを、うん、下ずっと自分の、ね、胸包み込むように持ってみてください、うんうん、そしたらここちょっと右手で押さえていて、はい、左の方でずっと持っていきますね、うんうん、そしたら右手を抜いて整えますね、はい、そしたら後ろから左手でお紐を持ってきますね、はい、はい、お紐を持ってきたら前で押さえておきますね、うん、ただ右手で後ろのお紐を持ってきてください、うん、その時にエモンがきれいに抜けるように、ここでちょっと下に紐を引くようにして持ってきてください、うんうんうん、はい、そしたらそこでクロスさせて、はい、キュッと引いてください。それで一周回して、前に来なかったかな、前に来ない、足りないです、足りないですね、足りないです。その時には片方をちょっと長めにしてください、うんうんうん、この時にね、はい、こちらをちょっと長めにしてください。そしてここでクロスさせて、こちらだけを持ってきますね、ちょっと脇で結べるよかった、はい、で1回、2回ですね、からげてね、蝶々結びか片花結びをしてくださいね。片花結びってこの蝶々のこれを出しちゃうしかないというやつですね。はい、じゃあお紐ね、邪魔になるのでここのところに、うんうん、はい、そしたらね、ここのところにおしわがありますので、はい、このおしわをちょっと後ろにこうパッと取ってあげてください。こっちもですね、あ、なるほど、ちょっと綺麗にね、おしわが抜けますからね、前が、はい、だから後ろ、うん、後ろのあのエモンの方も綺麗には抜けてるんですけど、もう一度、はい、背中心を引いてください。背中心を引いたら、肩甲骨の粘着性あたりをキュッと引いてください。うん。ちょっとここのね、おしわが全部きれいになくなりますね。なんか今、うん、シャッてなった感じがします。だからね、襟、ここにもちょっとゆとりあるので、はい、この襟先と、下側の襟先はここにあるので、ね、うん、それを確認して、襟先と襟先を引きます。ああ、で、ここもピシッと。ピシッとなりますね。うんうんうん、はい。次、立て締めになりますね、はい、はい、立て締めもね、前で結べるように、はい、ちょっとね、ここにここ、これで持ってて後ろでクロスさせますね、はい、そしたらさっきね、こっちで結んだので同じところに結び目があるとね、ちょっと痛くなっちゃうので、ここはこっちで結んでください。はい、はい、2回からけて、ギュッてやっちゃってますか、きつくなってもらえるんですよ。で、蝶々結びか片花結びをしたら、結び目ね、ちょっと横になるようにして預けてみます
ね。はい、はい、これで長襦袢の着方が終わりました。はい、ということで長襦袢の着方を教えていただきました、はい、ありがとうございます。長襦袢の着方で一番のポイントってなるのはどこですかね、うん、やはりあの長襦袢がきちんと決まってないと着物が着れないので、はい、きれいに襟もが抜けてることとこの襟の合わせですね、うん、がきちんとできてないとそれに合わさって着物が着るようになった形になりますので、はい、レモンとベリーですね、はいはい、長襦袢って着物みたいにおはしょりを作ったりしないじゃないですか、うん、だからやっぱり自分の体に合ったものを着るっていうのも大事なのかなと思いました、うんはい、私あんまり身長が高くないんで普通の M サイズのとかだと、うん、あれ大丈夫かなっていう心配になったりしました。そういうのは大体そうですね、お着物を作られた時に、うん、お着物に合わせてその方の身長に合わせたマイサイズの長襦袢、はい、一番やっぱり身幅もね、うん、全部合ってますので、うん、それが一番綺麗に着られると思いますね。袖とかもそうですよね、竹、ね、の長さとか、ね、肩幅と袖の、ね、幅がね違ってたりするとやっぱここから出てきちゃったりするので、うんうんうん、じゃあ自分の体に合った長襦袢で、はい、襟に気をつけて着ると綺麗に着れるっていう感じです、はい、ぜひ皆さんも長襦袢を綺麗に着てお着物ライフ楽しんでください。ここまでご視聴いただきありがとうございます。ございました。チャンネル登録やいいねもよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。